主任様、こんにちは。皆さん、こんにちは。ご主人様、こんにちは。テレトテトテトテテテテレトテトテトテテ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 秋葉原はね、そのメイドカフェが超有名だから、そうだから今からね、初めてね、そう5年間半日本にいるのに、あ、23年間日本にいるのに行ったことないですじゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。Guys, ada ramen apa ini? Ya, Pak. Oh, giri. VTuber か? Ah, VR. VTuber. よっしゃ、行くぞ。Okay, guys. Sudah sampai. Sekarang sana, Nikkei. Mau yang kita? Honey. Sugar. Ah, honey.みんな多分マニスじゃあマニスしに行きましょうね。行きました。すだだ気持ち悪い。こんにちは。こんにちは。こんにちはじゃないか。こんにちはじゃない。おかえりました。おかえりました。おかえりなさいませ、ご主人様。こんにちは。ご主人様。初めて聞いたです。いやーやばい。メイドカフェだ。おー、メイド、はじめまして、よろしくお願いします。あ、はじめましてじゃないな、ご主人だからね。ただいまみんな初めてですか？初めてです。学校の友達に誘われて一回行ったことある。なかなかだった。初めてです。ありがとうございます。メニュー持ってきます。はい、こんな感じかね。じゃあそしたら毎日行きますね。毎日ね。ハッピーアニバーサリー店だけど、これ、はい、どういう意味ですか？11月末で秋葉原店が10周年を迎えました。10周年。長っ。失礼します。こちらメニューになるんですけど、メイドのおすすめがこちらが、メイドがお席でサラダを混ぜるシーザーサラダと、メイドがお絵かきをするオムライスとおそばと、あとお絵かきのラテもございます。あ、じゃあ全部お願いします。全部です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お作りしてお持ちします。ありがとうございます。幸せ。今結構そのサラはカフェって感じ。カフェ、普通のカフェだけど、ただ俺の外たちが、多分ね、店によってもコンセプトが違う。俺が前行ったところは結構メイドカフェだった。なるほど。なんかこうカウンターみたいながあって、そこでこう一人一人が一対一で対応してる。なるほど。綺麗な。ホームメイドカフェダイニング。なるほど。なんか作業でもできる。ここで食べたもん。だからフットメイドカフェのイメージは、ああ、そう、その確かに騒がしいというか、そうそうそう、なかなか作業とかできないけど、これは普通に作業できる。こっから盛り上がってくるよ。そうだね。皆さんよければこれつけてください。いいんですか？いいんですか？可愛くなれちゃいます。やった。これが耳がついてる。濃くなってきた。濃くなってきた。徐々に、徐々にそれっぽくなってきた。じゃあ、濃すぎるな。いい感じ。にゃんにゃん。いや、俺、イブイヌジェなんか、イブイヌジェすぎる。赤ちゃんがつけるやつだよ。確かに絶望的に似合わないよ。ジェリーマンだね、今ジェリーマン。失礼します。こちらがチョコラテのホットでございます。はい。
ちらメイドがお絵描きをさせていただきたいんですけど、はい、何か書いてほしいものとかってありますか？じゃあ数学お願いします。数学できない書きます。1+1×0 長い。絵じゃなくていいんですか？大丈夫です。まずはね、1+1×0。1+1×0。うん？1。聞いたことないんだけど。数学やらせんな。書くの初めてです。やったことない。うまーい、じゃあこう。ゼロイコールでやりますか、はい、じゃあ2コール。イコールの1。おー、一応僕、はい、数学なんだけど数学が好きなんです。あ、そうなんですか。いきます。おー、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。聞いたことないね。数式。じゃあ失礼します。お絵かきいちごラテのホットです。はい、いちごラテ。では何かリクエストございますか？いや、じゃあ僕からいいですか？はい、どうぞ。じゃあちょっと犬をお願いします。犬、はい、かしこまりました。いい犬かける。犬かけますよ。あの大型犬で。大型犬顔じゃない。顔じゃない。いや、顔で大丈夫です。でもこういう練習するんですか？これ一発勝負なんですよ。マジか。これ絵めっちゃ下手だから、はい、多分メールカフェで働けない。大丈夫。絵じゃなくてお前の顔がやばい。採用される。顔が顔がやばいです。いらっしゃいませご主人様。ひげ剃ってから手直してる。うわ、かわいい。うわうわ、アニメ系ですね。かわいい。いや、いいですね。シナモン。シナモンね。これ、足ですか？これは、リボンです。やばいよ。絶対潰れる。うまっ。うまっ。教えてほしいです。教えてほしいです。見て学べ。巨匠のやり方。ありがとうございます。失礼します。そしてこちらがキャラメルハニーラテです。こちらもお絵描きします。じゃあ、イノネシアのコッキーお願いします。あるか。じゃあわかります。インドネシアの国旗。教えてください。まあ国旗があって、上が赤で、下が白。白できるか。なので赤いちごありますか？いちごの時に言えばよかった。なんか普段みんな何、どういうの？普段はやっぱ可愛い動物とかキャラクター、アニメのが多いです。上が赤で、上が赤。もう全体的にいちごですね。あ、いい感じです。めちゃくちゃいい感じです。あ、これでお得だよ。確かにね。そう。これですか？あーあー、ありがとうございます。じゃあ飲みましょうか。はい。あ、おいしい。うん、うまい。うまい。頭良くなった感じする？あー、いや、1+1×0 はもうベーシックだな。次は責任分のね。インテグラルのフリー味は普通にコーヒー、それに上にシロップが。あ、そうなんだ。うまい、うまい、うまい、普通にうまい、普通にうまい、普通にうまい。あ、美味しいわ。美味しいよね。なんかやっぱこれ一回混ぜるとカフェに戻ってきた。そうだ。もうね、パソコンできた。ただパソコン。これつけて編集するだけで。まあでも味はやっぱちょっとメイド喫茶の味がするな。何がちょっと表現してもらっていいですか？どういう意味ですか？ニャンニャン。気持ち悪い。でもまだニャンニャンないの。それはなんかその誇張されたメディアとかのイメージなのであって、実際どうなのか分からない。俺前の店やらされた。じゃあ自分やるか。ニャンニャン。なんで、なんかちょっとニャンニャン。すすぐ声が結構低すぎて。バスの声。ニャンニャン。ニャンニャン。渋めない。なんか、ちょっと。バスができるのかな。なんか一緒にニャンニャンとか。あー、そう。すいません。俺らが一緒にニャンニャンとかして。私たちのお店はないんですけど。
します。特別サービス。せーの、にゃんにゃん。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。せっかく来たから。ありがとうございます。やってたんどすごい恥ずかしいね。ちょっともちろん。初めてだね。やっとかんとこれは。ああね。失礼します。はいはい。はい。シーザーサラダ。来た。来た。サラダ。はい。お。はい。うまそう。美味しそうです、ね。美味しいです。なんかメイドカフェっぽい。じゃあ粉チーズとドレッシングをおかけしたいんですけど、はい、誰か代表の方にちょうどいいところでストップって。じゃあカレーちゃん。はい。はい。はい、ストップ。あ、まだね。じゃあストップお願いします。はい、お前寝んな。今な。え、嘘でしょ。ブレブ。今な。ストップ。はい。はい。めっちゃかけるやん。はい。じゃあ次に。ほぼシーザーサラダしか見えんって。シーザードレッシングしか見えん。粉チーズの方もあるんですけど、はい、こちらも代表の方に。あ、粉チーズ代表は言ってる。こちらは多分ね、こちらめです。いや。いや急に眠くなじゃあこれを混ぜます。はい、はい、混ぜてくれるんですか。そうなんです。ありがとうございます。混ぜるまでがこれの醍醐味です。ありがとうございます。いいえ、これ混ぜるストップはありますか。混ぜるストップはないんですよ。ちょっと僕ストップって言いたい。じゃあ言ってください。わかりました。こんなことかなと思ったらお願いします。わかりました。適当やな。なんか普段来る人はあのなんか外人か日本人ですか。あ、でもコロナで海外の方行ってたんですけど、でも最近また増えてきて、うん、いっぱい来てくれるようになりました。そうなんですね。普段メイドさんは何人ぐらいいるんですか。店舗によって全然人数違うんですけど、秋葉は多分20人ぐらいです。ここに20人メイドさんいるんですか。そうですね。一回この店を営業するときに何人スタッフメイドさんできるのか、うん、それも土日で異なるんですけど、平日だと大体ホールが、うん、4人とか。あ、4人。あ、もうストップ、すごい。ストップで、あ、ありがとうございます。普段見てる人は、はい、あのなんか年齢的になんか若者ですか。老若男女来てくれて。あ、みんなね。そうですね。老若男女全員とか。若い人も年寄り、男も男性も女性も。小学生から小学生はもうないかな。2歳ぐらいの子も来て。そう、子連れで。子連れで、そうですね。観光っていうか旅サラも一緒に。はい、お願いします。はい、お願いします。サラテ普通にうまそう。うまそう。はい、いただきます。いただきます。味違うのかな。うん、うわにゃんにゃん。ドレッシング濃っ。誰やストップ言うの遅かったやつ。美味しいけどドレッシングとチーズが濃すぎる。やっぱそれに比例してやっぱメイドさんの愛情比例。そう、確かにこれね、愛情。確かに確かに。失礼します。はい、ひとむ様が完成しました。よっしゃ。こちらもなんとお絵描きをさせていただきたいんですけど、お、何かリクエストありますか。日本語マンタップ。はいはい、またぶじはでいいね。またぶじはまたぶじはで A N、 はい、おじわうまい、うまい、 JIWA、 おお、きた、うまい、うまい、うまい、お、ハートまでいいんですか。こんなサービスこれオプションかかんない。いいんです。できました。うまい。おー、まだ無事は。いただきますか。あー、そばだね、これ。そう、オムライスそば。結構ふわとろな感じですね。ふわふわ。
うわっ、うわ、満腹ズバーか、うん、うまっ、うん、これ見て、また見てもらう、うまい、おいしいです、めっちゃおいしいです、あー、ありがとうございます、うまっ、ハート2つが結構効いてるわ、うん、愛感じる、愛感じる、うん、ニャンニャンって感じ、うん、ニャンニャンハマってる、ニャンニャンしか知らんな、こいつもしか失礼しまーす、うわっ、オムライスでございます、きたー、おい、うまそう、うまそう、じゃあ、リクエスト、きた、何か、じゃあリーダーお願いします、いや、積分のそうだ、数式をやめなさい sin x どう、あー、OK、はい、SIN SIN、 あ、じゃあ、これ、俺自分で、あ、なんでお前に書く、なんか、メドルになりたいからおめえ、いつでも書けるあ、じゃあなんでそっか、そっか、なんで俺が紙に書け、おめえははい、じゃあ、SINX でお願いします、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、じゃあハートで囲みます、きたー、うわ、きたー、サイン X、ハートで囲みだったお、お花もつけます、そうですよ、おー、だからね、これ数学が愛だからね、あー、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、積分 sin x は sin x dx マイナスコス x dx 正解、マイナスマイナスコス x プラス c プラス c 積分か、積分か、積分か、いただきます、うまい、失礼します、これが最後のオムライスです、これオムライスじゃない、大丈夫です、大丈夫です、はい、もちろん食べます、はい、はい、ちょっとリクエストいいですか、はい、やっぱ sin x の兄弟がいるんですけど、そうだね、COSAXX 兄弟ね、 COSXX それは何の兄弟なんですか、これは sinx っていうのが、はい、数学、数学の話だったんですね、数学界で言うと、はい、sinx と cosx って、はい、双子みたいな存在、はい、はい、コサインタンジェント、それです、はい、それです、これに乗、多数、これに乗、イコール1、1なんですよ、難しいおお、うまい、やったー、うお、まだ食ってね、S、じゃあ数学っぽく鉛筆を書いてみます、うわっ、おお、ありがとうございます、やったー、やったー、ハートでくくってもらえるとありがとうございます、あー、ありがとうございます、あー、ありがとうございます、ありがとうございます、ユースケ、ハマりそうだな、行きました、やったー、やったー、ありがとうございます、明日もどこだ今日単純と多分できんす、これ写真撮った、じゃあユースケに対する質問ね、はい、サイン10号は、うわー、15、サイン60-45だから、うん、これやばい、そんな頭の計算であれあるよね、公式が、うん、サイン60度、コサイン45度、引く、コサイン60、サイン45、ああで、もう、パング、もう、あんなに4分のルート6引くルート2だ、そう、あー、まあ、計算したら合ってる、場所合ってるもんね、なんか、大学の教室の会話なんだけど、これの味の2乗して、なんか足りないところってあるでしょ、 それがここの補い合ってる、ね、この2つで1個って感じだよね、じゃあこれと、うん、これね、多分でもね、それぞれ2乗しなきゃいけないから、そう2乗して、まあ、2乗 OK、2乗なんすか、ラサニア1ってどういう味今回のコンテンツに教育が入ってくるとは思わなかった間違いね俺のイメージは、メイドカフェとかさ、味に力入れてない、そうなんかただ可愛いとかさ、はい、でもこれちゃんと美味しいね、ここのお店めっちゃ美味しい、うん、なんか値段もそんなにパッパッパッ、確かに俺2000円くらい取られると思ってた、うん、オムライスとか、そう1500円でもそうそう、これ結局おい、ドクター、うまっいやそれ寝起きで顔を洗う時のやつや。はい、皆さん、ということでね、実は初めてのメイドカフェ、楽しかったです、ありがとうございました、じゃあ皆さんもね、日本に来たら、
かけまるに行って、はい、ハニ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 受けてください。はい、カフェ&ダイニングハニハニ美味しい、マジで美味しい、マジでメイドのね、ホスピタリティもいいけど飯がね、飯がなかなかないよね、びっくりした。はい、皆さんそれで見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、シェアお願いします。じゃあ、伊勢門に行くぞ、せーの、にゃんにゃん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、またね、またぷしよう。ありがとうございます。にゃん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 、ありがとうございました。ありがとうございました。出発します。出発出発。あー、現実に戻んなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。また帰ってきます。じゃあこれ現実か。あー、ここリアルだ。わー、また帰ってきます。続けてください。ありがとうございました。じゃあもう一回行く、もう一回行く。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。